東京都立消費高等学校は東京都八王子市間町にある都立高等学校2005年に開校半年ごとに授業を完結させる本格的なセメスター制の都内高発導入や羽ばたきプランと呼ばれる独自の進路指導修熟度別クラス予備校サテライト講習セミナー合宿の実施など難関大合格を視野に入れた 進学指導重視を全面に押し出している。大学入学後にも伸びる、国際社会に通用する人材育成をするという方針から、希望者対象のイングリッシュキャンプや英語スピーチコンテストが実施される。2年次には全員参加の修学旅行が実施され、基本的に海外への修学旅行を毎年行っている。部活動は水泳、公式野球、サッカー、 公式テニス、ソフトボール、陸上、バドミントン、ダンス、バレーボール、バスケットボール、卓球、剣道、弓道、フットサル、吹奏楽、演劇、ESS、自然科学、文芸、作動、和太鼓、写真がある。弓道部は初出場で、都大会準優勝、東日本大会出場を果たすなど、関東圏の競合として名高い。水泳部は、 都大会5位、インターハイ出場、また文化祭でのシンクロ公演などで活躍している。ありがとうございます。